どうちゃいます、今日なんですけども、定期的にやっているですね、私が今注目しているブランドをこうちょっとねピックアップして、皆様にちょっとご紹介するというようなまあコーナーをですね、本日もやっていきたいなというふうに思います。でね、今回ご紹介するのは3つほどね、ご紹介しようかなというふうに思うんですが、まあ、ある一つのテーマがあってね、そのテーマのもとに3つ、ちょっとこうね、集めたんですけど、ピックしたんですけど、それが何かっていうとね、いわゆる、まあ、アート系のファッションブランドですかね。アートっぽい要素が強い、まあ、ファッションブランドをちょっとね、こう3つほど、ご紹介しようかなと。で、その紹介した後にですね、私なりに、じゃあなんで今アート系なんやと。いうようなところもね、ちょっと説明しようというふうに、思います。なので、まあ、まずはブランド3つほどね、ご紹介したいなと思います。はい、まず1つ目。まあ、これはね、もう、ご存知の方多いと思いますけど、バイナーアーティクルスですね。ちょっとパソコンで説明文僕読みます。まあ、このブランド説明とかね、こんなもんグーリア出てくるんで、別にいいんですよ、どうでも。はい、読み上げますね。このバイナーアーティクルズっていうのは MM6 のクリエイティブディレクターのヘイキサロネンさんという方が手掛けているメンズブランドですね。で、2018年の秋冬デビューなんで超若いですよね。まだ1年経ってないと、いうような非常に若い、新鋭のブランドでございます。で、まあこのね、ヘイキサロネンさんという人が、まあ、その自身のパーソナルな、まあ、ブランドとして立ち上げたって感じですよ。個人のブランドって感じ。だから MM6 のディレクターもやりつつ、兼任で、まあ、こっちは、なんていうかな、自分のあくまで個人の活動として立ち上げたっていうようなブランドなんですよね。まあ、この辺に画像とかね、ポンポン差し込もうかなというふうに思いますけども。で、まあ、アート系って、さっきも言ったんですけど、まあ、アート系っていう、枠組みには僕は入れていいのかなっていうふうに思います。どういうのが特徴かというと、タイダイ染めとか、染めとか、あとは、ペイントとか、ブリーチとか、結構一点ものですね。一点一点違うっていうような感じの、デザインが多いんですよ。だから、もうハンドペイントとかね、ハンドでこう、ブラッシュみたいな感じで、こう、絵の具とかペンキをパパパ、塗料をパーってこう、ピシャーってこう、スプラッシュみたいな感じで、こう散らしたようなデザインとかね。タイダイとかもまあ、こう、綺麗な、なんていうかな、ブワーっていうグラデーションのものとか。で、主にまあカットソーメインですかね。カットソーメインに展開してて、まあパンツとか、ジャケットとか、まあなんかそういうアウター系もあるんだけども、シャツとかね。まあ基本的には、カットソーに、まあそのような加工というか、まあデザインというかね、を、こう、施しているっていうのが、まあ、一番の特徴ですよね。まあ、タイダイが一番、特徴かな。うん。で、そこになんか、まあ、プリントボーンとか、なんか、まあ、あったりしつつ、っていうの、ような感じで、まあ、そういうのが特徴ですよね、一番。うん。だから、ちょっと DIY 感があるというか、なんか、そういったようなイメージですよね。うん。なんかね、そういうのです。結構ね、アップカミングな感じで、よく耳にする方も多いと思いますし、もしかしたら持ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。バイナーティクス。いや、非常に注目でございます。はい、これ一つ目。二つ目がですね、ティグラン・アベ、これな、発音が難しいんだよ。ティグラン・アベティスヤンっていうブランドがあって、これね、くしくもロシアなんですよね。ロシア人のデザイナー、まあ、ティグランって言うんですけどね。で、この人もね、まあ、ブランド、いつからやってるのかな？一応ね、セントマーチンズ、ロンドンセントマーチンズ2012年に卒業して、その卒業コレクションが LVMH のスポンサーを獲得するという。なんか結構ね、華々しいデビューをこう飾っていると。で、いつからなのかな？ちょっといつからかよくわかりません。新鋭なんで、情報がね、あんまりないんです。で、まあ別にそこはどうでもいいだろうと思うんですけど。で、まあ自身のね、ティグラン、アベティスヤンも発音が難しい、ね。僕、ロシア語勉強してたけど、ティグラン・アベティスヤンなんていう、これ本名かな？こう、あんまロシア人っぽくない名前ですけども。まあいいや、それは。はい。まあそういうブランドがあります。これもね、これもまたまた、まあ、
バイナーアーティクルズとはまたちょっと違うんだけども、結構ね、ハンドペインティングとか、もうほんとそれこそ、さっきも言ったように DIY っぽい、一点物みたいなものがね、結構多くて、もう、なんだろう、いろんなね、色の、こう塗料でブワーって塗ったりとか、あとは黒単色ブワーって塗ったりとか、あとね、いっちゃん僕がすごい、いいなというか、シグネチャーだなというふうに思ったのが、そのね、プリントTなんだけど、ね、これが面白くて、こう T シャツをパーンって、T シャツもこう置くじゃないですか。例えばこう。で、その上にもう絵としてね、プリントするんですよ。バチって。で、それを額に入れて販売するんです。だから、つまりどういうことかというと、額に入ってくるんですね。だからパッと見絵なんですよ。ちょっとこう画像貼っときます。パッと見絵なんですよね。絵なんだけど、それをこう額外して、中 T シャツ入ってるから、取ってこう引き伸ばすと T シャツになってるんですよ。着れるっていう。これわかるかな説明。うん。だから T シャツをポンって置いて、だから、綺麗には置いてないですよ。ポンって置いて。ランダムな感じで、その上からもうバチッと、プリントしちゃうんです。で、絵としても飾れるし、それが実は、中 T シャツ仕込まれてるから、こう、同じ説明今2回してますけど、こう、広げて、バーって広げてやると、その、ランダムに置いてるからさ、ランダムにポンって T シャツ置いてるから、いろんなところになんかこう、広げると、プリントが、施されてるっていうようなね、すごい面白い。洋服なのかファッションファッションなのかアートなのかみたいな、ほんとそこのキワッキワのところを、こう、作ってる。まあそういうクリエーションとか。あとはね、こうペンキの缶の中に入れてね、T シャツをこう送ったりとか。なんかね、そういう、ちょっとね、アプローチの仕方がまたちょっと違う。ちょっとアートっぽい感じの、ブランドなんですよ。これ非常に面白いですよ。これも僕は結構注目だと思います。注目ですね。ティグラン。はい。はい、これ二つ目。で、三つ目がね、これもまあ同じようなアプローチなんですけどもね、韓国のブランド、これの方がね、非常に新鋭なんじゃ、全然わかんないです。ブランドの情報。だからブランド名が、ザ・ミュージアム・ビジターっていうんですよ。ザ・ミュージアム・ビジターっていう、韓国だと思います。韓国のブランドで。これもね、なかなか、アートっぽいアプローチなんですね。さっきも言ったように、やっぱこう、ハンドペインティングとか、こう、絵を描いたような一点物の、こう、DIY 感溢れる、まあ、アイテムとか、あとはなんかこう、シャツとかをね、こう、バックにこう、バチッとこう、縫い付けちゃうみたいな。だからね、ほんと、一定し、なんていうかな、もう、一貫してちょっとこう、アートっぽい感じの、一点物 DIY、ハンドペインティング、なんかね、そういうような意味付けで、すごい、洋服がたくさんあってね。だね、まあ、いろいろ、ちょっとまあ、ここの辺画像出しておきますけども、そう、なかなかね、面白い。で、本当にね、名前の通りね、ミュージアムビジターですから、そのミュージアムに、こう、行ったみたいな、なんかね、そういうような、まあ、印象ですね。まあ、画像出しときますんで、それ見ていただければいいんですけど。まあ、正直そのブランドのね、説明なんかどうでもいいですよね。はい、そうなんですよね。ペンキとか、まあそういうプリント系とか、なんかまあ多いですよね。あと、そうだね。ジャケットの裏が内側にとか、絵がこう仕込まれてるとか、プリントがブワーみたいなあるとか。なんかね、すごい、アプローチの仕方が、これもすごいアーティスティック的なね、感じだな、というふうに私は思います。で、今挙げた3つ。まあ、バイナーアーティクルズを、まあ、アート系に入れるかどうか、ちょっと、まあ、無理くり系な感じはあるけど、でもまあ、同じような価値観っていうか、同じような匂いはすると思うんですね。で、なぜね、今、こう、なんかアートっぽいのにね、が、ちょっとポコポコ出てきてて、僕もね、結構、注目してるんですよ。そういうアート系な。ファッション系のブランド。で、これなんでかなっていうふうに考えたときに、やっぱね、一番は、近年あったね、ロゴとか、プリントものの、そのトレンド、ブームの反動の最たるものかなっていうふうに思うんですよ。言ったらコピー不可能じゃないですか。
ね、僕は前、その変態がなんで流行るかみたいなことも、まあ同じような説明の仕方したんですよね。そうやって、プリント物とかパンパンパンって、半だから、もうこうパンパン打っていけば、同じようなものがたくさんできるし、変な話、フェイク品もめっちゃ出回るっていうような事実あったと思うんですよね。プリント物だから、すぐコピーできちゃうっていうことで、コピーものもすごい、広がったみたいな。で、その反動として変態みたいな感じで、なかなかコピーしづらい。すごいデザインが凝ったもん。あ、もうこれもそうですわな。このオットリンガーのさ、燃えたシャツだって、これだってまあ言ったら一点物の感じじゃん。なんかこういう、なんかデザインだとか、そのものの、もの自体のコピー不可能性みたいな。だからデザイン、パターンとか、カッティングとかなんかそういうところで、こう勝負してるようなブランドが注目されるっていうのは、なんかそのコピーも品とか、コピー品じゃねえ、プリント物とか、なんかそれに、の反応があったと。僕は思ってて。で、その最たるものがね、僕はやっぱアートなんじゃないかなっていうか。さっきも言ったように、一点物の DIY は、ハンドペイントとか、ブリーチもそうだし、大体染めとかもそうだし、全部、二つとしてね、全く同じものなんてないというか、まあ、厳密なこと言えばプリントもそうなんだけど、でもそうじゃなくてね、なんか本当に一点一点、なんか違うっていう、なんか、そこのコピー不可能性、究極にコピーできないというか、うん、なんかね、そこが、結構ね、反動としてあって、なんか、注目されている理由の一つなのではないかなっていうか、いうふうに僕は結構思いますね。もちろんそのアーティスティックな感じのアプローチの仕方が面白いと。単純にそこもあるかもしれないですけど、ただなんか、人々の関心の矛先がそちらに向くのはね、なんかやっぱそういうところがね、あるんじゃないかな。もうちょっとプリントとか飽きたよとか、なんかフェイク品ばっかじゃんみたいな。だったら一点物のね、まあ、アーティストなりデザイナーの人がこう、やった。そういうなんか職人の仕事みたいな。なんかそういうところにこう価値を感じる。そういうのがね、やっぱあるんではないかなというふうに私は思ってます。はい。なので今後もね、結構注目かなと思います。この流れは。まあ、ビッグウェーブになるかどうかは別としても、なんか一つのやっぱストリームとしてね、なんかどこかに必ずアートっぽいやつがちょっとこう盛り上がってくるみたいな、十分にそういうシーンはねあるんじゃないかなというふうに思いますから、ね、引き続き注目していきたいなと思います。で、まあ例のごとくインスタグラムのアカウントのURL 概要欄に貼っとくんでね、皆さんまあ ぜひね、まあ、チェックしていただければ、なんとなくこう僕が言ってることもイメージしやすいかなというふうに思いますんで、ぜひ見てください。はい、そんな感じでございます。では